名古屋グランパスの藤井ハリアです。パワーガンやってみます。ほぐすっていう意味でもいいと思いますし、試合前に刺激入れるとか、筋肉をこう起こすというか、起こすね、はい、眠ってる筋肉ね、5段階ぐらいあるんで、うん、それによってこう変化して、なんか痛いとこは弱くしたりとかできそうなんで、すごい便利そうです。